おじばね。各農家さんが飼っている羊がどうしても余ってきてしまう。それの救済をしなきゃいけないということで、ジンギスカンを考えると。いやー、これが本当のザオのスキーの醍醐味だと思いますね。地元にこんな美味しい野菜とかね、食材ふんだんにあるんで、そういうので作ってもらったお食事をしてる人は、人間のね、幅とかね、奥行きがね、ちょっと違う